ママジャイアン。白宝石ありがとうございました。はい、どうも皆さんこんにちは、アーマージャイアンです。お久しぶりの動画投稿ですね。昨日なんか報告はしたんですけど、こういう普通のアーマージャイアンは久しぶりです。なぜかというと学校のテストでした。学校のテスト楽しかった、面白かったですけれども、点数の方を発表します。数学100点、国語100点、英語も100点、理科100点。はい、今日はずっと温めてた質問コーナーと、インスタの方で募集したお悩み相談をやっていこうと思います。はい、じゃあ質問とかお悩み相談言ってくれるのはノートジャイアンです。さ、お悩みどれぐらい、お悩みとか質問どれぐらい来てんの？めちゃくちゃ来てたんですけど、やっぱ絞んないといけないので10個と5個にさせていただきました。あ、オッケー、始めます。はい、お願いします。まず質問なんですけど、1問目、実は怖いと思っているものは何ですか？実は怖いと思っているものはネズミと雷です。2問目です、はい、LINE の BGM は何ですか？ LINE の BGM って何？電話の時に鳴る音楽？はい、タンタタタンタタタンタタタン LINE。 3問目です、はい、誰の笑い方につられますか？誰の笑い方だろう。やっぱさんまさんかな。4問目です。トイレの中から手が出てきたらどうしますか？くそ怖いな、トイレの中から手出てきたら。多分もう手洗うの忘れて、もう猛ダッシュで逃げて、そのままどっか出てっちゃうかな。5問目です。体は柔らかいですか？体は柔らかい。じゃあ僕の体の柔らかさを見せてやりたいと思います。いきます。硬いです。次6問目、はい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 、どうぞ。カラオケで100点を出せるとしたら何の曲ですか？どれも出せません。7問目です。自分のおかしいと思うところはどこですか？全部です。いや、でもおかしいっていうか、おかしいとこなんだろうな。普段こんなにうるさいのにいびき一切かきません。8問目です、はい。生まれ変われるとしたら何になりたいですか？生まれ変われるとしたらやっぱネズミです。いや、どうしてかっていうと、やっぱネズミ嫌いな人のネズミだって脅かしたいです。9問目です。もし彼女ができたら何をあげたいですか？黙れ、僕に彼女いないんでそんな話聞かないでください。最後の10問目です。天ぷらの具材で何が好きですか？天ぷらの具材ね、やっぱりエビでしょ。 A B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 。サッカー、いや、カッとしないでくださいよ。続いてお悩み相談です。はい、お悩み相談、僕にお悩みしてくださった皆さん、どうもありがとうございます。1問目です、はい、友達を笑わせる方法を教えてください。なんだろう、面白く言う方法は、うわ、なになに、なんか面白いことやってよ。面白いことが、やっぱりなんか相談に乗れないときは面白いことやるしかないっすね。あれ、逆だったやっぱりこういう感じで、自分がどんだけ面白くないこと言ったとしても自分が笑うっていうのが大事っす。そうしたら自然とみんな笑ってくれるんで、なんか面白いこと言いたいなと思ったら、なんか言って笑うっていうことが大切だと思います。じゃあ続いて2問目です、はい、英検準2級に受かったらどうしますかと。英検準2級に受かったら、英検準2級ってめっちゃ、自分からするとレベル高いんだよね。でもなんかそのお便り寄せてくれてた人、英検準2級落ちたって言ってるんですけど、なんか落ちたって言ってもやっぱそのチャレンジすることが大切だと思います。次頑張ってください。第3問目です、はい、テストでいい点が取れないということですね。いやー、なんかテストでいい点取れないって言ってる人に限って点数取れてたりするんですよね。なんか点数取れたって言ってる僕とか、点数取れたっていつも言うんですけど、あんま取れてない時とかあるんで、まあ点数取れなくても、やっぱりなんだろうな、点数取れなくてなんかそうやって悩めるっていうことは大切なことだと思うんで、なんかその気持ち忘れないで頑張ってほしいです。続いて4問目です、はい、彼女とデートがしたい。
俺に聞くな。さっきも言ったんですけど、彼女がにが何、彼女ができたなんだっけ、デートがしたい、デートがしたい、やっぱり、あ、その人も彼女ができたらって言ってるんで、まだ彼女いないってことですね。仲間です。じゃあラストか、ラストお願いします。5問目です。自分の応援しているサッカーチームが全然勝てないということで、うわー、それきついよな。なんかいつも野球とかそれこそオリンピックとか見てた時に、自分がなんか応援してるチームが勝てないとさ、なんか自分も一緒に辛い気持ちになっちゃうと思うんだけど、やっぱりなんかもうその選手も頑張ってるって思ってやってると、もうなんか気持ちが吹っ切れるし、やっぱりそうやってなんか自分のサッカーチームが勝てないって思える気持ちの強さもやっぱり気持ちも大事だと思うんだよね。なんかその気持ち分かるってさ、なんか最後質問結構考えることあるんだよ。終わりになったんだけど、じゃあ今日カメラ回してくれてるさ、ノズジャイアンだっけ。はい、ノズジャイアンとかさ、なんかお悩みないの。いや俺二段ベッド1階でお兄ちゃんが2階なんですけど、なんか夜とかにたまに目覚めると2階からお兄ちゃん覗いてるんです。怖っ。ちなみにお兄さん誰。アマジャイアンです。俺ら兄弟、イエーイ。はい、じゃあ今日の動画は以上になるんですけど、なんかいっぱい質問とかお便りくれた人たちありがとうございます。なんだっけ、100件ぐらい来たんだよね。はい、ほんと嬉しいことだよね。まあこれからもなんかいっぱいなんか質問とお悩みあったら、動画関係なくても載るんで、まあいっぱい質問とかお悩みください。今日の動画は以上です。じゃあ皆様、今日言ったお悩みの解決とか質問の答えとか参考に生きてみてね。バイバーイ。見てくれてありがとうございました。